はい、こんにちは、ビッグボーイです。はい、ペイデイ2。今回、もうすでに喋り始めてるけど、新しくこの、ノヒーっていうこの2週目のベテランとね、一緒にペイデイ2パソコン版をやっていきたいと思います。じゃあ、まず自己紹介をしてもらおうかな。はい、どうも、ノヒーです。はい。まあ、ね、自己紹介はさっきしてもらったから、まあ、どうでもいいね。何共同って。もうチャットウィンドウがすることになってるんだけどね。じゃあまあ早速やっていきますか。はい。まあ、多少ね、練習はもうしたので。そうだね。もう。なんとか。ちょっと。もう飽きるぐらい練習したね。したわ。ちょっとね、録画ミスとかもあってね。でとりあえず適当になんか、どっかステージを選んでやろうかな。まあ、とりあえずね、フォーストア。はい。まあ、これは4つの、なんか、まあ見た方がいいね。はい。なんか4つの店を強盗して、はい。1万ドルか2万ドル集めろと。はいはいはい。あ、今回もお金をとにかく集めろっていう、あれかな。そうだね。みんな大好き。で、僕は弾薬箱を出す係なので。で、僕はもう回復を出して、はい。みんなを回復させてあげるという。Get ready. とてもいい役を。ハード。ハード。まあね、ちょっとね、はい、こんだけね、やったらね、ハードぐらいで大丈夫だよね、という。このね、なんだ、ハゲの、白人の人が、さっき変なマスクしていた、ノヒー君だな。これからね、もう、バリバリ盗みますよっていうね、武装できてる。あと、今回この二人にプラスして、この NPC 二人も、一緒に来てるので、はい。やっていきますか。で、フォースターという、あれで、はい、とりあえず、ここに一つの店が。はい、で、こっちに一つの店。解説はまだ。というわけで、まあ、四つの店があるんだけど、はい。まあ、レジとかから、1万か2万円、2万ドル、盗むと。はい、なるほど、まあ。とっても簡単なミッションでございます。簡単？はい。そう。で、まあ、4人いるし、はい。まあ、一人一つの店を強盗という。なるほど。へぇー。じゃあ僕ってなんかこの、電化製品臭いこのなんだっけ？ザ・ピアストア？こんにちは。あ、ケビンいるな。じゃあもうマスクして、もう、パパでやっちゃいますかね。お仕事タイムで。はい、じゃあやっちゃおう。よし、レッツドゥディス。フッ！ゲットダウン！ゲットダウン！え、腕を縛る。で、どこに金庫があるんだ？で、まあね、最初だからこの、戦闘の楽しさを知ってもらおうということで、はい、ステルスは無視で。はい、はい。金庫。戦っちゃおうと。あれ金庫的なものはあれここない。あれいや、怖い。ここだね、ここ。どれここにちっちゃいのがあるんだけど、ここにお金がある。で、1万5000ドル。え、ここの店少ないのかもしかして。今ちょっと円安でね。あ、円安。1ドルが120円だから、ちょっと。とてつもなく高いけど。まあそこはどうでもいいとして。お金が、あったあった。ドリルを仕掛けます。はい。で、僕ちょっとここを守ろう。オッケー、アーモー置くね。はい。はい。このゲーム、弾がね、非常に、あ、待って、ジャムってる、あそこの、ドリル。このステージは結構ランダム要素っていうか運要素が強くて、場合によっては1分ぐらいでクリアできることもあるんですよね。本当に？なんかレジとかに入ってるお金で1万5000ドルが集まる時があって、あ、はいはいはい、まあ、レジに30万入ってるってのが1万5000ドルってそんなかなり大金じゃん。そうだね、今120円くらいでしょ、1ドル。この人の腕縛って、はい、敵はいるかな？あ、いるね。出て。AR 使おう。ヘッドを狙って。ちょっとこのペイデイってゲームはなんか他の FPS とちょっと違って、ちょっとエイムか、なんというかね、ちょっと反動とかも結構特殊で、なんか結構ブレやすいのでね。あ、ドリルまたジャムってる。そう、このゲームは結構武器のカスタムとかが死んでなくて。なるほど。あれもう OK？
あ、こっちも喋ってる。もうで、バーンは2つの位置から来るんだけど、とりあえず一つの場所まで、どっちかに、どっちかかけて。もうお金集まっちゃった。もっとお金欲しいな。回復置いとくぜ。オッケー。まあお金はね、高難易度をやればたくさん手に入ると、はい、あっちもまたジャムってる。さあアサルト来ました。はい、アサルトが来たっつってもなんか全然警戒いないけど、ちょっとね殺しちゃったんだね。あ、はい、来る前に、あ、いた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 。それが後ろから来るか、え、肩肩いってー、はい、これが黒か見つかったらほぼ一撃死強い最強です。助けて。これは本当慣れないと無理ですね。あ、クローバーが助けてくれる。あ、ありがたい。ただダウン回数には回数されないから、はい、まあ、あると。え、ちょっと回復はことに。まあこんな風になるので基本単独行動はしないのがフェイデイです。あ、はい、もう単独行動しております。回復箱を OK。 基本的に優先順位的には死なない。死んじゃったで、次が弾薬。え、ここのここを修理する。で、今とりあえずバンが来るのを待っている。あ、とにかく民間人が邪魔だったらとりあえず適当に F 連打してればゲッタンゲッタンしてくれるので。あ、はいはい、ゲッタンゲッタン。あの、なんかのスキルをねどんどんレベルアップさせれば警官も仲間にすることができたりゲッタンすることができる。そう、まあマスターマインドのジョーカーというスキルでね。なるほど。そう、4つ5つのあれがあって、スキルのクラスみたいのがあって、いてててて、それでよっていろんな個性的なキャラクターを作れるんですが、あそこにいる。あ、もう逃げれんのかな。もう逃げるぞ。ちょっと待ってね、逃げるぞ。今行きます。お土産グレネード。え、これ高難易度だと死ぬんですよね、こうやって。 あれ誰か死んでる。いや、いいです、いいです。無視。あ、いい、無視。あ、CPU はどうでもいいと。で、コンタクトペイ9万ドル、クルーアライブボーナス3万5000ドル、インスタントキャッシュ1万5000ドル。今、おいしい。来ない、おいしくない。また今日も稼いだ。まあ、こんな感じでなんかあっけないけど、こんな風にクリアして。そうだね。まあ、次は銀行強盗してみようかなと、慣れた後は。どんどんね、銀行強盗を繰り返していくゲームだな。PD なのにね、PD なのにまだこんなね、チンピラみたいなことしかしないんで。もう少しかっこいいことを、ね、次回はね。じゃ、とりあえず、じゃあ、今回初めての、銀行ごとこの変なお面したね、白人のハゲと、一緒にやってきました。じゃあ、また次回、やっていきたいと思います。じゃあ、今回ここまでで。はい。ご視聴ありがとう。ご視聴ありがとうございました。はーい。